はい、健康生活チャンネルの海老原貴弘です。今回はですね、筋トレ後にアルコールは NG ですということについてお伝えしたいと思います。で、男性の方は筋肉をつけたたくましい体になるために、そして女性は適度な筋肉で引き締まったスリムな体を作るために筋トレをする方はいらっしゃると思いますが、筋トレの後にアルコールを飲んではいないでしょうか。実はですね、筋トレ後の、アルコールの摂取によって筋トレの効果がなかったことになってしまうという理由があるんですよね。ですから、もしも筋肉をつけたいと思うのであれば、飲酒は控える必要があるんです。この動画をご覧いただくことで、筋トレ後のアルコールが NG な理由が分かって、健康的に筋肉をつけるための方法が分かりますので、ぜひチェックしてください。この健康生活チャンネルでは、健康、美容、ダイエットにとても効果的な食事や生活習慣の情報を聞き流しても理解しやすい内容で毎日お伝えしていますので、お見逃しがないようにぜひまずチャンネル登録をお願いします。また多くの方にこういった健康情報が伝わりますように、高評価のご協力もお願いします。ということで、筋トレ後にアルコールは NG ということについてお伝えしたいと思います。で、あなたは筋トレってしていますか？もしあなたが筋トレをしているのであればですね、筋トレの後にアルコールを飲んでいるのであれば、もう今日から筋トレの後のアルコールはやめてください。っていうとね、俺は筋トレしてないでアルコール飲んでるから関係ないわ、よかったなんて思ってる方がいるかもしれませんが、まさかあなたはそんなこと思ってないですよね。もしその筋トレをしていないのであれば、ぜひ今日からね、痩せるために、綺麗になるために、かっこよくなるために、老けないために、健康のために筋トレを始めてください。これは絶対してください。そしてアルコールをやめてください。ですから、筋トレしていなくてね、アルコール飲んでいる方はもう問題外なんですけども、問題なのはですね、筋トレをしているのにアルコール飲んでいる方なんですが、これが NG なんですね。せっかく筋トレをしたのになかったことになってしまうんです。で、筋トレをしたことがなかったことになるってどういうことなのかっていうふうに思いますよね。それは筋トレをしたのに筋肉がつかなくなってしまうということなんですね。で、せっかく筋トレを頑張ったんだから、痩せて引き締まった体になりたいのに、全く筋肉はつかなくて、痩せなくて、アルコールで逆に太ってしまうというデメリットしかなくなるんですよね。で、これは研究結果から分かったことなんですが、この研究を行ったのはオーストラリアのメルボルンにあるロイヤルメルボルン工科大学からの研究報告になります。で、この研究では筋肉のタンパク質を測定する技術を使ってですね、すごいですね、筋肉のタンパク質を、ね、測るんですって。この技術を使ってトレーニングの後のアルコール摂取が筋肉のタンパク質の合成作用に与える影響を調査しました。で、週3回程度のトレーニングを行っている20代の参加者を対象として、トレーニング直後にプロテイン、タンパク質の塊ですよね、飲み物になりますよね、プロテイン。で、プロテインのみを摂取するグループと、プロテインとアルコールを摂取するグループ。プロテインのアルコール割りじゃないですかね。プロテインを飲んで、しかもその他に、ドリンクをね、そのアルコール飲むっていう、パターンと、そして、アルコールと炭水化物を摂取するグループの3グループに分けたんですね。そして、トレーニングの2時間後と、8時間後の筋タンパクの合成率を比較しました。で、その結果ですね、プロテインのみを摂取したグループと、プロテイン足すアルコールを摂取したグループとその比較ではですね、筋タンパクの合成に明らかな低下が見られたんです。ですから、そのトレーニングをしたね、全員トレーニングをしてですね、プロテインのみを取ってくださいと。そして、プロテインとアルコールを取ってくださいと。そして、アルコールと炭水化物を取ってくださいという3グループに分けて検査を、比較をしたところ、プロテインのみを取っていたグループに比べて、プロテインとアルコールを取ったグループでは、その筋のタンパク質の合成が遅れていた、下がってしまっていたということが分かったんですね。だからアルコールね、やっぱ取ったらいけないということが分かったんですよ。で、この3グループでの筋タンパクの合成率は、プロテインのみの摂取グループが最も効率的で、一番筋肉が作られていて、そしてその次にプロテインとアルコールの摂取グループだったんですね、2位がね。そして3位が、最後はですね、アルコールと炭水化物を摂取したグループとなりました。だから1、2、3位、プロテインのみ、プロテインとアルコール、プロテインとじゃない、アルコールと炭水化物というグループになったんですね。で、具体的にはですね、プロテインとアルコールを摂取したグループでは、プロテインのみの場合と比べて、24% も筋肉の合成に差があったんですね。低下していたという結果になったんです。そして、アルコールと炭水化物のみを摂取したグループでは、プロテインのみのグループに比べて 37% も低下していたんですね。ですから、筋トレの後に、アルコールを摂取してしまうと、24% も筋肉がつきにくいということが分かったんです。これってね、結構ドキッとする結果じゃないですか。結
構皆さんやりがちなんですよ。筋トレね、頑張ってますっていう方もね、その後アルコール飲んだよという方ね、結構いらっしゃるんですよね。で、私もその整体院でいろんな方にお話伺うんですけども、最近ね、筋トレしてる方結構増えてきてはいるんですけども、やっぱりアルコールも飲んでるんですよね。でも、せっかく筋トレするんであればね、ちゃんとその効果を 100% 受け取りたいと思いませんか？ですよね。だったら筋トレの後のアルコールはやめましょうということになるんです。で、この話を聞いてですね、ああ、筋トレの効果なくなるのは嫌だから、アルコールやめようかな。でも、アルコールやめるのは辛いからな。アルコール飲んでも、まあ、24% しか下がらないんであれば、もう仕方ないから、アルコールも諦めて飲んじゃおうかな、なんて考えていませんか？ちょっと待ってください。話はこれで終わりではないんですよね。で、実はですね、アルコール摂取による筋肉を作る働きを阻害する、邪魔してしまうという研究報告は、まだ他にもあるんです。いろいろ研究されてるんですよね。で、2015年にペンシルバニア州立大学が行った研究報告では、アルコールの摂取が筋タンパクに与える影響について、分子生物学的な側面から考察したレビューというものがあるんですが、この報告からはですね、アルコールの摂取が筋肉量の増加を抑制するという働きがあることが分かっているんですね。だから、この研究でもですね、アルコールを取ることで筋肉が、ね、作られないんですよっていう働きがあることが分かったんですよ。で、またさらにですね、2016年にオーストラリアのカトリック大学が行った研究によると、トレーニングの後のアルコールの摂取がオートファジーに影響を及ぼすことが分かっているんですね。で、このオートファジーというのは自食作用、自分を食べる作用とも言われていてですね、細胞の中に必要以上のタンパク質の蓄積を防いだりとか、タンパク質のリサイクルを行うことで生体の生き物の恒常性を維持する仕組みのことで、筋肉にとても関連するのは強いことなんですね。だから、このオートファジーによってですね、筋肉が分解されすぎると、もちろん筋肉は下がっちゃいますからね、減っちゃいますので、このオートファジーがね、やっぱり重要な働きをするんですよ。で、このトレーニングの後にアルコールを摂取した場合、オートファジーの活動性が変化してですね、筋肉の細胞、筋の細胞、筋細胞が死んでしまっていることが分かったんですね。脂肪を早めてしまうとか、脂肪させていることが分かったんですよ。だから、筋肉を過剰に分解していっているということが分かったんですよね。つまり、筋肉はね、そのアルコールを取ることによって増えないけれども、分解されてしまいますので、やはりこの筋トレの効果がないことになってしまうということが分かったんですね。ですから、適度な筋肉をつけてかっこいい体になりたい男性も、引き締まった体で綺麗になりたい女性も、筋トレした後にはアルコールを飲んではいけないんですよね。ぜひ今日からですね、筋トレは頑張っていただいて、そしてアルコールは飲まないでいただきたいと思います。で、ちなみにですね、筋トレをしないという選択肢はないですからね、筋トレを含む運動というのは、痩せるためにも、老けないためにも、健康のためにも全部必要なことですから、まあ、この筋トレはね、筋トレを含む運動はですね、必ず行うようにしてください。で、じゃあですね、アルコールをやめないといけないんだけども、なかなかアルコールでやめられないと思いませんか？そうですよね。いきなりその禁酒しようと思ってもですね、夜になるとお酒がだんだん欲しくなってきて、我慢できずにプシュッと開けてしまう、そんな経験であるんじゃないでしょうか。ですから、そんなあなたにおすすめの方法があります。これをやることで、アルコールを飲みたいとか、お酒を飲みたいとか、酔っ払いたいみたいな要求をなくしてくれて、辛い思いをすることなくアルコールをやめることができますので、ぜひ実践していただきたいと思います。で、その方法は何かっていうと、ファスティングなんですね。で、ファスティングというのは断食することなんですけども、この断食によってですね、脳のいろんなものへの依存を断ち切ってくれるんですよ。例えば甘いものとか、食べ過ぎとか、油ものとか、アルコール、タバコとかね、こういったものへの依存を断ち切ってくれますので、この合計1週間の断食、まあ、断食前にですね、だそのファスティング前に2日間の準備食があって、3日間のファスティングをして、そしてその後に2日間の回復食を行うっていうスケジュールになってるんですが、これを行うことで依存を断ち切ってくれますので、とても楽に禁酒することができるんですね。で、しかもこの断食って聞くですね、なんか辛そうとかお腹空きそうという方が思うと多いと思うんですけども、今はですね、ちゃんとした酵素ドリンクというのが作られてですね、これをちゃんと取ることでお腹は空かずにフラフラせずに仕事をしながらでも、いろんな勉強しながらとかでもね、家事をしながらとかでも、普通にその生活をしながら断食することが可能になったんですね。まあ、ですから、その辛いとか、きついとか、そういうことないですので、まあ、ぜひお気軽にファスティングチャレンジしていただければいいと思います。そして、アルコールの、ね、依存を断ち切っていただいて、そして禁酒ができるとですね、まあ、健康のためにもいいですし、筋肉を、ね、つけるためにもいいですので、まあ、ぜひチャレンジしてみてください。
でせっかくねその筋トレをするんだったらアルコール飲むっていうのはまあ損するってことですので嫌じゃないですか。せっかくするのにね。で今はねこういったそのアルコールの辛くないやめ方がありますので、まあ、このタイミングでねいいタイミングですから、この動画を見たのはね、だからこのタイミングでチャレンジしてみてください。もし私の整体院とかサポート付きのファスティングにご興味のある方は下の説明欄にホームページに行かれますのでそちらからホームページをご覧ください。今回話が役に立った方は感想のコメントとか、今日から断酒しますか禁酒しますかそういった意気込みのコメントとかですね高評価をいただけると嬉しいです。今回の動画もご覧いただきありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。